さて、それでは早速イベントを始めていきたいと思います。ここから山形先生、コース先生にご登場いただき、この本のお話、事前に皆さんからいただいたご質問にお答えしていきます。たくさんのご質問本当にありがとうございました。またイベントの途中でもチャットでご質問を受け付けますので、お気軽に書き込んでください。他の参加者の方に分かりますように全員宛てでお願いいたします。ただし時間に限りがありますので、答えられないこともありますので、ご理解いただけると嬉しいです。 YouTube ライブをここから配信させていただきます。改めまして、私は本日司会を務めさせていただきます、本書を担当しました換気出版の谷内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました、山形先生、コース先生をお呼びしたいと思います。山形先生、コース先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、ちょっとお二人のご紹介を、今回の、13歳までのに伝えたい男の子の心と体のことをご筆いただいた山形先生、それから、感情的にならない子育てをご執筆いただきましたコース先生、じゃあお二人の関係などもちょっとご紹介いただいていいですか。はい、はい、じゃあ山形の方から。はい、こんにちは、よろしくお願いします。あの、私はコースさんとの出会いは、まあ、一方的に私の方がファンになっていたという流れが大きいんですけれども、子育て支援者として15年目になりますが、まあ、あの、子育てして高校生の娘が2人いる、自分も子育てしていたママとして地域に置いてあるフリーマガジンミクというものがあって、その編集者さんだったコソさんと、あとはママフェスの、ね、イベントとかの出展とかをしていた中で、あの、そのミクの流れのこととかもありましたし、子育て支援を勉強しているとやっぱりファザーリングジャパンに出会うんですよね。その中でも活躍されていたコソさんで、松戸市の方で子育てイベントにね、あの、松戸市の方が呼んでくださってたので、そこに私も支援者として、あと一応母親として参加させていただいて、まあ、コースさんとご挨拶させていただいております。で、まあ、足立区にお住まいのコースさん、松戸に、あの、住んでる私というところで、子育て支援者 の、 あの、先輩として尊敬しながら、あの、関わってきたのがコースさんとの私の関係で、同じ換気出版さんから本を出させていただいているというところになります。はい、ありがとうございます。はい、あの、コースときこと申します、よろしくお願いします。もう本当にですね、山形さんと割とね、あの、昔からのご縁な感じもしつつ、そんなにたくさんはね、まだね、お会いできてはないんですけれども、いろんなところでお会いしたりとかでね、まあ、あの、本当にあのコロナ禍だったりとかしたということで、まあ、なかなかね、リアルにお会いできる場面が本当に、あの、ずっとね、なかったんですけれども、あの、今日はこうね、あの、こうね、ライブということで、あの、直接ですね、お会いできて、もう本当に嬉しいなというふうに思っています。はい、で、あの、私自身はですね、先ほどもね、あの、ご紹介いただきましたけれども、このね、感情的にならない子育てというのとですね、で、その後でどうし、あの、こんな時どうしたらいいのということで、これ、あの、こちらはですね、Q&A のになっておりますけれども、あの、こちらの方を、あの、書かせていただきました。で、私は、あの、まあ、虐待防止 の、 あの、活動をしておりまして、で、あの、まあ、体罰禁止というかですね、この、まあ、この本が、あの、出していただいた時には、愛の鞭ゼロ作戦というですね、まあね、子供に愛の鞭はいらないのだというような、ね、ところ の、 あの、活動というかですね、あの、子ゼロ道場さんとやっていた時に、あの、まあ、そのリーフレットをちょっと作らせていただくことに、あの、携わらせていただいて、でその時に、まあ、あの、ちょっとこういう本をだ、あの、あの、出すのはどういかがでしょうかということで、あの、ご相談させていただいて、あの、こう、ね、出させていただくことができたというような感じになっています。で、そして、あの、こんな時どうしたらいいのっていうのは、まあ、あの、こちらはですね、もうね、本当に考え方は分かった、ただし、もうね、あの、今日もね、あの、このね、あの、後でいっぱいね、Q&A 出てきますけれども、そうは言っても、こういう時どうしたらいいんだと、考え方は分かってるんだけども、でもどうしたらいいんだっていうね、っていうようなことがいっぱい、あの、来ましたので、それで、あの、ね、ちょっと Q&A というような形で出させていただき
ました。はい、ということで、あのね、今日の時間本当にあの山形さんとですね、もう本当にこんなね、まあ、できればこうね、あの抱き合いながら喋りたいもうね、はい、あのお隣でお話しできる時間楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。コース先生の方もね、私が担当させていただいて、お二人があの、ね、こんな関係でご一緒させていただくなんて、私の方も編集者としてとても嬉しいです。ありがとうございます。はい、それではですね、そうだ、山形先生、この本出されて反響などはどうでしょうか？はい、おかげさまでこの最初に書かせていただいた、本当にね、12年前に書かせていただいたこの本を出した当初から、この本の男の子の本はないんですかと、たくさんのお母様に声をかけていただいていた中でですね、ようやく男の子の本待ってましたと言っていただく声がすごく多くあります。また、性教育の活動をされている方も、やっぱり女の子の本は多いんですけど、男の子の本がまだそんなにね、出ていないというところの流れもあったので、すごく喜んでいただいているのと、先日は男の子自身からお手紙を書いてもらったというお友達がインスタでアップしてくれたりとかしているのと、あとこの男の子の本なんですけど、女の子の体のことが知れてよかったっていう男の子の声を伺ったりしています、うん、おかげさまでたくさんの方に読んでいただいている状況になってます。ありがとうございます。コース先生は読まれました？コース先生、はい、あ、事前に今回の山形先生の本はもちろん読ませていただいてですね、ありがとうございます。ね、今日お会いするということでもう一度ですね、昨日の夜もう一回読みました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでね、本当にまあね、13歳までにということなので、全部ね、こうね、ルビーを振ってあるっていうところにまずは感動したっていうかですね、今ね、子ども家庭庁とかね、子ども基本法っていうのはですね、実は国の方でもね、はい、動いておりまして、でついこの間ですね、子ども基本法を子どもにも分かりやすくみたいなので作ろうみたいなのがあってですね、私も SNS でちょっとね拡散してたんですけれども、うん、それも全部ね、ルビーを振ってなるべく分かりやすい言葉を使うみたいなのを、まあ、国で作ってくれたんですけれども、まさにですね、もうね、そのもうね、国より先になんと、ね、本当にね、分かりやすい言葉でちゃんとね、ルビーも振ってくださってっていうところが、まあ、素晴らしいなというふうに思いましたし、あとね、漫画が、ね、ですね、結構ね、入っていて、まあね、こちらのね、感情的にならない子育ての方でもですね、漫画も入れていただいてたんですけれども、ね、男の子のね、こちら の山形先生の本の中で結構ね、こうね、ちょっと、まあ、長めというか、なんかすごいこうストーリーがしっかりね、作られているのが入っていて、やっぱりね、子どもたちもね、すごくこうすんなりと読んでくれたりとか、で漫画のところだけでもね、読んでくださると、うん、なるほどねって、あ、そっか、そういうふうに考えた方がいいよねみたいなヒントになることがいっぱいあったなというふうに思っておりますので、まだ購入されてない方ぜひ、はい、どうぞ、よかったらどうぞ、はい、本棚にぜひですね、はい、ポチッとしていただければと思います。ありがとうございます。はい、それではここからですね、事前にいただきました皆さんからのご質問に答えていきたいと思います。はい、ではですね、本当にたくさんのご質問をいただいてありがとうございます。全部には答えられないんですけれども、その中から結構皆さん本当に悩まれていること、同じことで悩まれていて、ちょっと相談できないっていうことなどもあったかと思うんですけれども、今日ここでお二人に、答えていただければと思います。はい、まずはですね、まあ、親の協力分担っていう、まあ、ちょっとジャンル分けをさせていただきました。でその部分でいただいているご質問になります。お子さんは11歳です。で異性なのでパパに協力をお願いしたいが、勝手に知ることだから何もする必要はないと言われモヤモヤしています。パパに協力してもらうにはどういう心声かけが必要でしょうか。まあ、同じようなお悩みで9歳
男の子、何をきっかけに話せばいいか悩んでいます。先に夫と話しておくのが良いでしょうか。はい、まあ、皆さん、パパに協力してもらうっていうことだったり、何をきっかけに話せばいいか、また、あとはですね、ママが話すよりパパに話してもらった方がいいのかっていうことに悩まれてるみたいですね。どうでしょう、お母さんが話すよりパパに話してもらった方がいいんでしょうか。どうですか、ここは。まず、はい、じゃあ、はい、ここは私の方から、はい、それすごく聞かれるテーマなんですよね。ね、どっちが話すか問題みたいなのがあるんですけれども、性教育の講座をたくさんさせていただく中で、もう 95% ぐらい女性なんです。ママが勉強している方が多くて、やっぱその場にいらっしゃる、まあ、私が話している、まず女性が話しているところが始まっているので、女性が来るっていうのもあるんですけど、こうなんとなく勉強もお母様たちの方が中心になられている。まあ、今日聞いているのも、ね、お父様もいらっしゃるかもしれないんですけれども、その中でパパをどう動かすかとか、パパに何とかって気持ちってすごく芽生えるんだけども、性の話をするときに性別というよりもポテンシャルというか、そのスタンスなんですよね。どんな態度で話ができるか、性をポジティブに語れるならば、同性であれ異性であれ、どちらの大人でも大丈夫と私は考えています。なんかお父さんじゃないと話せないのではなくって、恥ずかしいとか、こう困った、いや このことなんだけどってこう話すより、あ、この体の仕組みについて話をしたいって、恥ずかしさもなく、ね、科学の話だ、体の変化の話だと話す態度でいたら、お母様が、ね、男の子に話しても何の支障もないのかなと思ったりするのと、お父様自身がね、この先ほどの質問にありましたように、勝手に知ることだからとおっしゃってますけれども、勝手に知った時に何か困、すごく大きく困ったこととかトラブルがなかったからね、なかったからよかったんですけど、トラブルがあった場合はとても苦しい思いや傷つきが発生できしてしまう。なんかそれを事前にね、なんか知識を得て、本やね、メディアで知識を得ていたら、そういうことが なかったのになっていうことになる前に、今は時代が変わっているのと、たくさんの情報が入ってきすぎることもあるので、なんか両方の部分でどちらの性別がっていうところのこだわりを外していったりとか、お父様にはお父様の役目があるのかななんて思ったりして話を聞いておりましたが、コソさんいかがですか。はい、そうですね、もう本当に今ね、山形先生のね、お話も大共感っていう感じで、ね、結構ね、なんか性の話になると、うん、女の子の話はお母さんから、ね、男の子の話はお父さんからみたいな、ね、うん、まあ、もちろんね、同性だからこう、なんだろう、ぶっちゃけね、話しやすいっていうところもあるのかなというふうにも思いますけれども、でもやっぱりそれって、やっぱりそういうふうに思っちゃうこと自体が、うん、とてもちょっと多少こう、まあ、閉ざすというか、そういうような意識にもつながっちゃうのかなというふうに思って、だからやっぱりね、もう本当に、まあ、科学的なことだったりとか、うんうん、体の仕組みのことだったりとかっていうことで、それはもう本当にどちらでもっていうところではあるかなというふうに思うんですね。であとはこの質問のところで、なんだろうな、まあ、どちらかというとこうお父さんがにもっと関わってほしいというか、何でしょうね、お父さんから言ってほしいっていうのはもちろんね、多少そういうのもあるんだけれども、うん、なんか関わってくれるきっかけがなかなかつかめないみたいなっていうところもあるのかななんて思って、でそういう時のこう、ね、巻き込み方としてはなんかそういうことってどういうふうに言ったらいいかなって言ってパパですね、さすがです、みんな聞いてみるとメモってください、ね、そうそうそう、ね、だからなんかね、パパから言ってよとかって言われると、このなんだろう、ミッション増えた的なになるじゃないですか、うんうん、相談としても近くて、いやそういうのってなんかどうやって伝えたらいいのかなとか、ね、なんかパパだったらどうやって言うみたいな感じで、うん、そこでこうね、相談してこう持ちかけてみて、あ、
そうだよね、そういう時期からと、ね、っていうような感じで、一緒にこう、ね、考えていくきっかけになるといいんじゃないかな。なるほど、さすがですね。ありがとうございます。そうですね、なんか なんて言うでしょう、パパにやっぱりどうやって言ってもらおうっていうのって結構やっぱり皆さんね悩まれてるんだなと思うので、とても参考になったかと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、今度はですね、兄弟の関係っていうのが来てますね。はい、男の子2人の母親です。今は特にプライベートな空間で暮らしていますが、今後それぞれに専用の部屋を用意した方がいいのか気になっています。用意するとしたらどれくらいの年齢が適当か、お二人の考えを聞きたいです。これは6歳と2歳の男の子のお母さんですね。どうですか、男の子のお家で、男の子、お子さんが2人とも男の子で、多分お母さんだけが女性、うちも私もそうなんですが、男の子2人で、まあ、プライベートな空間は何歳から必要なのかな、あとは男の子2人で一緒の部屋でいいのかなっていうことを結構悩まれてる方がいるのかなと思うんですけども、いかがでしょうか。子たちはどうですか。うちはですね、私は3人の子の母でですね、うん、男女男で3歳違いですね、うん、でまあね、もちろんちっちゃい時は一緒くたでぎっしりな感じで育ってきてましたけれども、一応でもやっぱり上の子がまあ、小学校の期間はあれだけど、まあ、小学校高学年ぐらいかな、ぐらいのタイミングでやっぱりちょっと一人ずつ分かれるようにっていうか、でもねやっぱりお家のねこう間取りっていうか、そういうのもあると思うんですよ、ね、あると思うんだけれども、でも多少こうやっぱりこう、まあ、パーテーション立てるとかね、なんかちょっとなんだろうな収納ボックスで少し、ね、多少こう区切るとか、やっぱりその子供の子供だけの空間っていうのはちょっとこう別に作ってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからそれがちょうどこう、まあ、高学年、小学校高学年ぐらいのタイミングで、別にね、だからその性的なことがどうこうっていうよりも、少しずつこう、まあね、なんだろう、心も体も自立していくっていうか。っていうような感じかななんて思いますけど、どうですか、ね、いや、その通りだと思います。やっぱり高学年ぐらいから生活の仕方とかも変わってくるし、まあ中学生になったらより変わってくるのかなとか思って、うん、朝は早く部活に、今ちょっとコロナでね、そんなに部活動とかないですけど、コロナがない時の中学生の娘の暮らしを見てて、大変だなと思いました。まあこれ性別関係なくですけど、朝6時に起きて朝練に、で帰ってくるのを7時過ぎ、うちの娘は塾行ってなかったんですけど、塾に行って9時でみたいな、なんかもうものすごい忙しくなってきて、自分がこう一人でほっとするとか、まあ、そういう考え方が整理したいとか、まあ、何かこうモヤモヤするとかっていう時に一人の時間がね取れるセーフティーゾーンみたいなところですよね、セーフティーゾーンを、まあ、高学年ぐらいから取れるといいのかなと思うんですけど、本人と話すのが一番いいのかなって思うんですよね、まあ、そうですね、どうしたいってね、ただね、先ほどおっしゃったように間取りの関係とかもあったりするので、どんな工夫が必要かなっていうのも含めて、なんかね家具屋さんにこう一人になれるようなこう、ね、工夫がされたような家具とかもあったりするので、なんかこう相談しながら決めていけるといいのかな、絶対そうしなくちゃいけないってね、逆に高学年になっても不安だし、うん、まだお父さんとお母さんと一緒に寝たいなって、ね、話していても、日によっては ね、不安な日もありますよね、なんか無理してこう引き離すのではなく、うん、一緒に相談して決めていけるといいのかななんて思ったりしました、うん、でやっぱりね、今ね、うん、お話ありましたけれども、だんだんね、生活時間もね、うん、やっぱりだから小学校と中学校ってね、随分ね、全然違いますよね、違ってきたりっていうのもあるし、やっぱりだからそれぞれがこうほっとできる時間を子ども自身にね、うん、なんかそういうのもね作ってあげるっていうことも考えつつの
ただね、うんうん、やっぱり子どものね、そのなんだろう、性格っていうか、うんうんうん、あれにもよるかもしれないですよね。本当子供のなんか個別性がすごく大切で、何歳なんか性教育の本もいろいろあるし情報もいろいろあるんですけど、何歳までにっていうのもその本通りじゃなくてもいいのかななんていうニュアンスもあったりしますよね。絶対っていうのはないので、その前後を含めて考えて一緒に考えていこうねっていうふうに考えられたりとか、まあ本というのは一般的なことしか書いていないといえばそうではなってしまうので、まあ、365日24時間一緒に暮らしている親御さんが一番その子のことを分かっているのかなと思うのと、その子の話を聞けるのも親御さんなのかなと思うので、よく相談してもらえたらななんて思いました。はい、はい、ありがとうございます。あれですかね、年齢が例えば近くて、例えばまあ、10歳と8歳とかでも、まあ、分けた方がいいんですかね。今後多分ずっと一緒にまあ年齢ってこう上がっていくと思うんですけど、やっぱりなんとなく一人のスペースはあった方がいいって感じなんでしょうか。そうですね、そうですね。ね、なんかそこもね、すごくこう兄弟仲とも、そう、兄弟仲どうですか。兄弟仲もね、いやもうね、兄弟なんかもあれですよね、成長によってすごい変わるっていうか、変わります。ちっちゃい時なんかすっごい、うん、もう本当になんかもう喧嘩しててですね、ちっちゃい時ね、でも本当大騒ぎな毎日だったんですけどもでもやっぱりね、だんだんこう大きくなってくると、うん、なんかそれなりにこう、まあ3人だったね、はいはい、まあ2人の、あのいろんな2人の組み合わせがあったりとか、まあ時には3人でね、あの、うん、こう協力しちゃったりとかですね、うんうん、っていうような感じもありつつも、でもね、この間あの本当にあの私的な話であるんですけども、うん、あの真ん中の娘の結婚式があってですね、はい、本当素敵でしたよ。その時にね、あのなんかお色直しの時に、じゃあ大好きな方にあのエスコートしてもらいますみたいな、あの司会者が言ってですね、うん、で、あ、誰言うのかなって思ったら、あのお兄ちゃんと弟って言って、あ、3人でですね、なんかね3人で連れ立って、あのね、ちょっとあの退場するみたいな場面があって、いい、いや、まあ、それ見た時になんか、あ、なんかあのそこそこ仲良しでよかったのかななんて思ったりしたんですよね。だからね、やっぱりそのね、あの、まあ、で何歳違いかというのもあるしとか、うんうんうん、あと同性の双子ちゃんだったりとかね、うんうんうん、だったら、まあね、あのこう一緒のお部屋でみたいな、うんうん、でもね、でもね、全然いいのかもしれないですね。そうですよね、と思いました。ね、ちょっと目頭が熱くなっちゃうし、ね、すごい、ね、兄弟だから、ね、あの喧嘩もしてもいいけれども、うん、なんかある意味喧嘩できるって素敵なことだと私は思ってて、なんかコロナになってマスクしながらお友達とコミュニケーションを取ってて、うん、あのすごく印象的なのが、2年生の子が3年生になる時に、あの1年間本当のお友達の顔分かんなかったっておっしゃったのがすごく印象的で、なんかマスクを外して喧嘩できるってすごいなんかいいことだなと思うし、その兄弟仲もこう、ね、変化していく中で、ただこう親がほっとしてね、うん、いろいろあるよねってね、ほらこのようにこの本を読んでね、あのこういう時あるよねってもう心構えしてくれれば、それだけでもね違うのかなと思ったりしました。はい、はい、ありがとうございます。あの今ちょっと小須先生からもありましたが、男女の、まあ、14歳のお子さんで男女の双子ですって、異性の双子だからこそ気をつけた方がいいことありますかっていうご質問が来てます。うん、あ、どうです、異性の、ね、子育てをされてみて、子育てですね、まあね、双子ちゃんとね、またね、うん、あれかもしれないですけれども、うんうん、気をつけた方がいいこと、まあ、双子だからとかね、あの、まあ、兄弟とかね、あれじゃないかもしれませんけど、でもやっぱりなんだろうな、なんか、まあ、男の同性であっても異性であってもやっぱりね、あのその照井先生の本にも書いてありましたが、なんかこう、なんだろうな、それぞれの子をこう、あのそ、まあ、尊重するっていうか、うん、っていうところなのかな、なんていうふうにも思いますね。で、この間ね、あの、まあ、ちょっとね、もうちょっとちっちゃい、あの子育て中の親御さん向けでしたけれども、あの、まあ、
集まれ双子パパっていう、ね、オンラインイベントをねやったんですよ。いいですね。うん、ねでその時にもやっぱりそのまあね兄弟でもそうなんですけども、うんうんうん、どうしてもやっぱりの双子で同じ年だから、そうですね、同じ年で、まあ、同性でも異性でもなんだけれども。うんうんやっぱりすごいね比べちゃうっていう、そう、まあね兄弟でもねちょっと、ね、比べますよね、若干やっぱりね比べあおっとっていうね、うん、あのね心がけてみたいな、あの子はこうだったけどなみたいなあるじゃないですか。でもやっぱりね双子だからだと余計ねちょっとそう、うん、そういう風についつい比べちゃったりっていうのもあるかもしれないし、で異性だとねそのまあ性別のまあまあね、もちろんね性別がどうこうっていうことではないですけれども、うん、多少ねやっぱりそういうこうなんだろうな、ね、性的なところのこうね、うん、得意不得意みたいなのもあるかもしれないので、うんうんうん、やっぱりだからそこはこうね比べないっていうかそれぞれのこうね見てこう、ね、いいところをこう、ね、注目してあげるっていうようなことなのかななんて思いますね。はい、その通りだと思います。もう本当に比べないというのは難しいです。比べますっていう比べますついてね、比べます、無意識の中についてね、そう比較しない女性はいないというか、まあ、比較しない人間はいないんですけど、女性は特に比較するっていうのを私はよく試着室の話でします。洋服をこうやって当てないで買う女性はほとんどいないけれども、男性ってさっと選んでさっと買ってすっと帰りますよね、とか、なんでそんなに見る必要あるの、買うの決まってますよねみたいな感じがあるじゃないですか。まあ、脳の仕組みもあったりもするのかもしれないし、個性もあったりするかもしれないけれども、比較は何も生まないというのが子育てに関しては何も生まないのかななんて思ったりしますので、比較しちゃったって責めることもしなくてもいいのかななんて思ったりしました。ちょっとね、はい、心がけてね、あ、うん、おっとってね、うん、ちょっとこう、うん、引き戻ってくればいいんじゃないかと思います。大丈夫とね。いいですかね、それは子育ての上でなんですけど、例えばこう性というか、まあ、一緒に成長していってお互いに体も大きくなってくるじゃないですか。今だと14歳ってことなので、お互いが何かをこう意識し合うっていうのがもしかしたらあるのかなと思ったんですけど、そのあたりどうですか。まあ、そのあたりはお互いの体を知っていてほしいなというので、またね自分の本を持ってきたりするんですけど、先ほども男の子の本を読んで女の子の体のことが分かってよかったとか、のすごく小さいお子さん向けに性教育の話をさせていただいた時に、ちょっとわんぱくな男の子が聞いてて感想で、女の子のお腹は蹴っちゃいけないって、いや誰も蹴っちゃいけないんだけどなんか大事なんだって、こう大切なんだって、お互いの体が大事だし変わるし変化するし、そして思春期ってどちらの性別であってもやっぱり脳の仕組みの変化だとか心の変化、環境の変化でこうちょっと鋭くなったりとか言葉がきつくなったりイライラしたりする大変な時期なんだって、お互いが分かり合うことをできるきっかけみたいな情報提供なんかももしかしたらできることで少しはこう関係性の緩和ができるのかもしれないですね。なんか、まあ、いい、なんて言うんでしょう、影響を与え合ってるかなっていう感じなんですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ違う質問に行きたいと思います。今度はコミュニケーションの、ご質問ですね。男の子と女の子の違い、男の子のママとしての心構えってありますかっていうのを結構これたくさんいただいていて、どうですか心構えみたいな、はい、男の子のママいや本当に、でも10歳ね、もうね10歳のねお子さん育て中なので、はい、もうねだいぶあれだったと思いますけど、うん、本当にね私まあ、長男くんね、うん、男の子生まれた時にそもそもね公園に連れてった時にもう本当対角線で走るみたいな感じだったんですよでそれで女の子ママはみんな砂場で座ってすっ
ごい喋ってて、あ、なんかあの座ってゆっくり喋って羨ましいなみたいな感じで、私ずっとこう対角線です、ずっと追っかけますみたいな、うん、感じだったんですけども、まあね、男の、ね、なんか女の子だからっていうねだけじゃないですけれども、まあね、なんかそういうこうね、いろいろなこうね、あの違いを感じつつの、ね、今こう、ね、10歳までね来られたのかななんて思いますが、うん、でもまあね、あの本当に、まあ、10歳ぐらいになる、うん、10歳ぐらいになるとねっていうか、うん、まあね、本当にあの幼児期、幼児期特に本当にいいですね。そうですね、本当にあの、ね、男子あの棒を拾うと必ずずっと持って歩くみたいなとか ね、ずっとね、あの振り回すとかですね。で構えてみるとかね。であの見えない時敵とあの戦うとかですね。さまざまね。あのやっぱりあのなんだろう、ママからしてみると、まあ、自分のね、そのちっちゃい時とか、からとか、なんか自分がこうやって育ってきたよとか含めて、なんかこうね理解できないことがいっぱいあって、うん、なんでこんなにみたいなことになりますよね。もう本当に、ね、まあ、うちもなんかポケットの中ね、あのどんぐりだらけだったりとか、まあ、本当に、ね、私の、ね、友達のねママがね、あのダンゴムシがポッキーに入ってて、はいはい、それを洗濯機にかけてしまってって、ね、もうね嘆くみたいなね、そういう話もずっとありましたけれども、うん、なので、まあ、まあ男の子のママとして心を考えっていうのも、うん、そういうのまあそ れ、ね、それぞれこうなんで違いを楽しむからなっていう感じですかね。でもね、あのこの質問の方、まあね、10歳っていうことなので、うんうん、だんだんねやっぱり思春期にね、あの差し掛かってくると、うん、まあそのね思春期のね、なんだろうな、あの男子女子の思春期がまた、うん、まあそれぞれまたあのね子どもによってまた全然違うんですけども、まあ男子の方は多少こうやっぱり言葉荒くなるとか突っかかってくるとか、でも女子の方はなんかそのやたらこうなんだろうな、なんか正当にあの述べてこう論破してこようとする、うん、そうですね。うん、感じもあったりとか、うん、だからまあね、そういうこうね、いろいろな、あ、なるほどこの子はこういう感じで来るというのも含めつつの、あの広くですね、来たかという感じでね受け取っていただければというふうに思ってますが、どうですか？はい、なんかこう、私は男の子はいないんですけど、まあ、娘でしたけど対角線に走る人でした砂場で遊んでなくて、でそれこそダンゴムシをこうね、ママプレゼントってこう袋にいっぱい入れて幼稚園から持って帰ってきてくれて、ここでさよならしていいですかみたいな感じで、こう帰り道にごめん、ここの方が住み心地いいからみたいなことをやったりはしたので、まあ、あの性別、あの男の子の中にもこう活動的というよりクリエイティブで砂場にずっといらっしゃる子とか、まあ、女の子の中にもいろいろなことがある中で、ただ男の子の方がやっぱ活動的な子が多い傾向には明らかにありますよね。なんか走りますよね。そうなんですね。しかもね、なんかね、あの中学ぐらいでも走る、はい、中学生とかでもなんか鬼ごっこしてたりとかするっていう、意外といいですね。意外とね、そんな感じなんかそう、あの明らかに一つだけ、私子育てって絶対に必要なスキルはね、体力だと思ってます。本当に思います。絶対なんかあのね、いい方、まあ知識も大事なんですけど、体力です。皆さん体力をつけましょう。もう本当、いや、もう本当に体力だと思うんですよ。体力がすごい重要で、女の子も男の子も、あとお母さんの健康もすごく大事だったりとかするなって思うのと、あの個性をこうね、いろいろ、まあ、ジェンダーのバイアスとかもあったりするけれども、やっぱりこう傾向として、生物としての傾向みたいなのが出てくるのを知りながらと、やっぱり生物としてお母さんと男の子は生物として体の仕組みは違うんだっていうところを逆に、まあ彼らに伝えていくこともあのいい心構えというか、もうあの彼らに伝えていくことで変わっていくこともできるし、ママばかりが頑張らなくてもいいのかなって思ったりも
して。本当そこですね。そうそうそう、うん、だからまあ、ね、女の子でもね、そうですけれども、男の子なんかね、うん、まあ、特にってまたね、その性別で分けていけないんだけど、でももうね、重たいからもっていうかね、あの買い物のね、あれとかも含めて、やっぱりあの、なんだろう、まあね、あの子供の年齢にもよりますけれども、うん、でもやっぱりこうなんだろう、助けてもらいたいときはもうね、何でもかんでもこうね、親だからママだから、うん、あのね、全部私がね、あの、うん、やってたのでしますみたいな感じになくて、いやここ手伝ってよと、いや本当そうです、いや本当にね、それをあのちゃんとね伝えていくことが大事だと思うし、はいはい、やっぱりだから伝えることでそれをやってくれて、 ありがとうっていうふうにね、うん、言うと、またこのね、あの自己有用感だったりとか、うん、自己肯定感だったりとか、あ、役に立ってよかったなとか、うん、あ、ね、僕はね、あの僕のね、あのこうね、お役に、ね、立つことができたんだっていうね、うん、心のねベースにもなっていくので、やっぱりねそこは、まあね、体力も必要だけれども、どうしても疲れちゃったよっていう時にはですね、うん、SOS を出しましょ うですね、ということがこの中にたくさん入ってありますね。そうなんですよ。そう、それでね、私もね、本当にね、あの、まあ、子供大きく、割とね、あの大きくなってからですけれども、うん、まあね、ちょっとね、こう、あの夫がね、あの単身赴任してたりとか、いない時とかも結構あって、でそういう時に、あの私がもうね、仕事でちょっと遅く、うん、まあ、あの最近はね、全然あれですけど、うん、遅くなってきてでね、今日はね、お母さんちょっと大変疲れていて、うん、ご飯を作れませんみたいなね、うん、LINE で送って、ね、あの作れませんって言うと、でそれでなんか末っ子がですね、それをねキャッチしてなんかあの作ってくれて、ね、嬉しい。そうだから、やっぱりこうね、今日はだとね、あのごめん、あの作れないやっぱりそれもね、ちゃんと言ってことが大事、はい、はい、と思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて15歳のお母さんからです。何でも怒って落ち着いて聞いてくれませんが、どのように話題を振ったらいいですか。もう手遅れかもしれませんがっていうことなんですが、男の子が理解できないっていう、はい、はい、ご質問結構来ていて、はい、はい、どうでしょう、ね、どうですか、はい、そうですね、でもね、やっぱり怒って聞いてくれ、ね、15歳なので、うん、まあね、まだこうなんだ、思春期もうちょっとのね、うん、あの間なのかもしれないですね、うん、でその頃やっぱりね、イライラしてるんですよ。イライラしててもね、帰ってきてなんかお帰りとか言ってもですね、うん、全然こうなんだろうな、ただいまも言わずになんかドアバン閉める、うん、そういうことありました、息子さんで。あ、そう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 、でなんでもね、なんかこっちも気分悪いしね、っていうようなこともあったりとか、やっぱりそういう時期もね、多分あると思うんですよ。ただな、じゃあでもこうなんだろうな、一緒にね、あの、まあ、あの学校行ってたりとかで一緒にいる時間の中で、でも全部ずっと怒ってるのかっていうと、そうでもないと思うんですよ。もちろんね、怒ってる、イライラしてる時も割と多いかもしれないんだけれども、でも そこそこにちょっと、あ、今落ち着いてるなみたいなとか、あるいは何だろうな、なんかこう、あのほら好物だったでしょみたいな感じで、うんうん、ありますね、うん、今日ね、あの唐揚げにするみたいな、分かんないけどとか、なんかね、あの好物のこれ買ってきたよみたいなね、うん、はい、シュークリーム大好きだったやつあってね、うん、ちょうど通りがかりになったからみたいな感じ でちょっとこうね、そういう、まあ、食べ物に全部、うん、そういう時になんかちょっとこうね、あのイラッとしてない時にお話をしたりとかして、うん、でやっぱりあとはその、ね、あのこちらの、ね、本にも書いてあるんですけどアイメッセージですよ ね、やっぱりその、ね、イラッとしてとかね、そのドアバーンって閉めたりとか、なんかこうさっきね、こうやって言ったら突然こうなんだろうな、なんだこうなんだろうな、いや普通に言ってただけですけどみたいなところでこうね、あのこうなんだ、突然こう食いかかるようにして、うん、あの話しかけ、あの話し返されたりとかね、したら、ねえねえ、さっきさと、ね、こんな風にね、あの 言われて、ちょっと本当にね、お母さんはあのちょっと胸がシュンってしましたよみたいな、ちょっとね、嫌な気分になったんだとかね、っていうような感じで、やっぱりアイメッセージね、私はこう思ったんだよって、
だからこういうふうにね、こういうふうに言ってくれたらいいじゃないとかね、だからそれをちゃんとこうね、これで嫌だったんだとかね、言葉で言ってほしいなっていうふうに、ね、伝えていけばいいと思いますね。だからそういうふうに、まあ、もちろんね、そのね、まあ、その思春期だったり、その時のタイミングで、そういうふうに言っても、なんだよ、うるせえなって言うかもしれないでしょ、言うかもしれないんだけれども、でもやっぱり伝えたっていう事実はすごく、大事で、言わないでもうなんかいつもね、うちの息子怒っててイライラしてて何に言っても聞かないでっていう風にだけでずっと過ごしちゃうよりは、やっぱそう思ったからそういう風にしてほしいなって言って言うことがすごく大事で、でその時になんだよみたいなことになったとしても、でも多分伝わってんだけど、それをその場ではこうなんだろうな、キャッチしきれないっていうか、自分のそのね気持ちの中で整理しきれないから、だからやっぱりそこはでも受け取ってるので、少しその後でちょっとこうなんだろう、心がけてくれたりとかですね、っていうのが少し見えた時に、あね、今日はこうしてくれたよね、あそうそうチャンスですね、今日こうしてくれたよねってね、この間こうだったけど、これ今日はこうしてくれてすごいよかったよ、よかったよみたいなね、そこを認めていくというのがね、すごい大事かなと、はい、ね、お腹を満たすすごく重要っていうのは思春期の男子を育てのママからはよく聞きますし、あとは怒ってるっていうのは、まあね、こういう感情的にならない本、この本にも、ね、書いてあると思うんですけど、怒ってるってその第二次感情で悲しいとか、期待してたことが思い通りにいかなくて悔しいとか、そういう気持ちがたくさん溜まっているかもしれないので、ね、お腹いっぱい、おいしいものいっぱい食べて、話をもしよければ聞くっていうかね、なんか何をしてるかわからないけど、部活とか何か熱中してるもの、 YouTube とかゲームとか、なんか好きなものの話題を振って話をまず聞いてみるなんていうのも、もしかしたらブレイクスルーポイントになるような、ね、気がするので、うん、ね、そんなところで、ね、何かやってみてほしいなと思います。それでね、あとね、あと私やっぱりね、こうねの時間を作ろうっていうふうに言っていて、でやっぱこうか、なんだろう、なんかこうね、面と向かってさっきさみたいな感じでこうね、そういうふうにこう喋り出すと結構こうなんだ、討論会じゃないみたいな感じなんじゃないですか。あえてこうね、でそれででもなんか困ってることあればちゃんと言えばいいじゃないのみたいなね、ちょっとここから若干計画をしなっちゃったりとかしがちなので、やっぱりこうね、なんだろう、横並びで、例えばだからその、ちょっと洗濯もいっぱいあるから、ね、ちょっとさ、畳む手伝ってくんないとか言って、横でね、手伝ってもらったりとか、あるいはなんかね、なんか出かけた先に、ちょうどなんか時間あったから一緒に帰ろうよみたいな感じで、帰りにこうね、横並びで歩くとかね。だからそういう時に、なんかこうね、雑談しながら、ねえねえさみたいな、ね、そういうね、そういう時間をね、ちょっと作れるとすごくいいんじゃないかなって思います。はい、私のなんかこう日常がコース先生と山形先生に見えてるような、本当にこう頭ごなしこう聞いてしまうじゃなくて、こうねでこう話していけば、なんて言うんでしょう、ちょっとした話でも話してくれるのかなっていうことですよね。簡単にこう話しかけてやっていくって感じですね。そうですね、はい、であとね、なんか、やっぱり関心を持ってるっていう、こうメッセージを伝えるって感じですかね、だからそのね、なんかまあ怒ってこうね、怒って食いかかってくる時もそうだし、あとはなんだろうな、そのね、思春期なんか特に、授業参観なんか来るなよみたいなことも言ったりすると思うんですよ、だけど私はもう絶対言ってたんですよ、まあね、うちはね、来るなまでは言わなかったんですけども、ただもうね、絶対に行くっていうか、なんか授業を見に行くんですよ、行きましたって、マーキングっていうマーキングそう、だから行ってちゃんとこうなんだろう、来てるっていうこうね、目を合わせるっていうか必ず行って、こうなんかちょっとこう一瞬手振って、よし分かったなって思ったらそのままそこを帰るみたいな
滞在あの早く気がつかれるとあの滞在時間すごい短いですね感じぐらいでね。であの場合で言うと本当にあの周りの友達がおいおい酵素んちの母親来てるぜみたいな教えてくれたりとかね、うん、だからやっぱりねこうなんだ、まあ、そういう事業参加でもそうですけども、うんね、あの今度は、ね、なんとかさえ、ね、あるらしいじゃんって言ってなんかね、あのクラスで話してもみたいなね、うん、だからそういうこうねなんかあの今こういうことしてんのかなとかっていうね、うんうんうん、あのまたあの声かけをねしていくとあねなんかめんうざいけどなんかちょっと興味持ってくれてみたいな感じに、ね、なんじゃないかななんて思います。はい、ありがとうございます。なんかお一人ちょっと、まあ、9歳のお母さんこのお母さんで、まあ、同じような宇宙人にお子さんが見えるっていうので最近寝顔を見てても可愛いと思えなくなってきました。こういう解決方法ってあったりしますかね。9歳のお子さん、うん、で可愛くないお一人なんですかね。どうなんですかね。うん、ね、そうですね。うん、ね結構ね、まあ、私もあのなんだ子育ての相談をお受けするときに、うんまあ、下の子が生まれると上の子が可愛くないっていうのがそうそうそう、うん、ありますよね。すっごい割合で多いあります。すっごいあります。うん、でもそれはでもね、やっぱりね、あのこうなんだろうあの乳ねあの、うん、赤ちゃんをこうね守ろうという気持ちが。まあね、夫に対してもねそうですけども、うん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 、周りみんな敵みたいな、ね、気持ちになるじゃないですか、うんなりますね、だからそういうこともあって、まあね、上の子ねなんか上の子これできるのにもう何にもね、うん、やってくれなくてみたいなこうちょっとね頭にきたりっていうのもあるかもしれないですけれども、うんうん、であとはやっぱりそのなんだろうなあこれですね9歳の息子さんが宇宙人に見えるほど理解できませんと、うん、いうのことですね。そっか、うん、だからやっぱりこうだんだんねちっちゃいもしかしてでもねあのちっちゃい時は可愛いとあ最近は寝顔を見ても可愛いと思えなくなってきましたっていうことだから、うん、前は可愛いと思っていたっていうことですよ ね過去形ですもんね、うん、ですよね、うんうん、でもやっぱりでも9歳ね9歳ぐらいになると、うん、まあね思春期ちょっとねあの入ってますもんね、入り口に立ってるみたいな、うん感じもあるし、でだんだんこうね、なんかこうね、あこうしようって言って、うん、分かったママみたいな、うん、感じね、感じだとよしよし、あ、かわいいわみたいななりますけど、だんだんそうじゃないんだって嫌だとかね、うん、っていうところも含めて、あのえなんでこんなねことするのかなとか、うん、なんでこんな風に考えるのかなとか、なんかそこが理解できないと。ね、あのこうなんだろう、こうイライラしたりとか、ね、やっぱね可愛、うん、いとこがこうねあの可愛く思えないみたいな、うん、っていうようなことになっちゃうのかなと思うんですね、うん、でもね同じ空間にいることが苦痛にもっていうふうに書いてあるので、うん、やっぱりねそれってあのやっぱりね、まあ、ご飯作るのもねさっきもね、うん、だからあのねもうお母さんは疲れたってのご飯できませんってねメッセージするって言いますけど、うん、だからやっぱご飯作ってあげようっていうのも自分の気持ちと体が元気じゃないとできないんですよね、うん、で特に可愛いっていうふうに思うっていうことってやっぱりそこも自分の体と心が元気じゃないとそういう感情って生まれてこないんですよ。だからそこがいっぱいいっぱい、うん、やっぱりねだからそのこのね、うん、あの書いてくださった方自体が、うん、あのこうなんか疲れてらっしゃる、うん、すごくそう思う、うん、疲れてらっしゃるんじゃないかなと、うん、だからそれはあのこうねあのミッションが多い疲れと、うん、あるいはねとてもこうなんだろう心配なこと、うん、まあねあのコロナもね落ち着いたとはいえ、うん、そうは言ってもみたいなところもね、うん、含めてねもうね私たちはね、うん、もうねあの何年間もねそういう時も過ごしてきちゃったのでだからそういうところがこう積み重なっていたりっていうこともあるのかもしれないのでまずは私あのね自分ではこうねもう本当ね疲れてもう何もしたくないとか、うん、すごい気持ちがこうなんで落ちてるみたいな時って、うん、とりあえず 寝るんですよ、うんうん、とりあえずでそれだけでもね結構ねこう回復するっていうか、うん、なのでもしかしたら一回ね、うん、あのまあね9歳さんだからね、ちょっとこうなんか、ね、どなたかに見ていただいたりとか、うんまあね、あるいはお友達の家で、ねうんうんうん、ちょっと長めに遊んでもらって分かんないですけども、うん、なんかそういうのでちょっとリフレッシュする時間を取っていただいたりとか、
あとは、まあ、なんだろうな、なんかね、もう可愛いところが一個もないよっていうふうに思うかもしれないけれども、うん、でもこうちょっとでもね、助かったこととか、これ持ってきてって言って持ってきてくれて助かった、ありがとうっていうね、ちょっとこういいところを、うん、まあね、少しね心がけて見ていくと、まあ肯定的注目っていうんですけれども、うん、やっぱりね、そういうね、子ども自身もそういう行動が、うん、あ、なんだこれこうしたら助かったのかって思って、うん、それが増えていくっていうことにもね、つながったりするのかななんて思います。でもね、まずはね、疲れてるんだと思うんですよ。いや、本当、なんか今すぐマッサージに行ってくださいっていう感じ。なんだか、私が手でも、なんかね、マッサージしたいみたいな。なんか、本当にあとはお話を誰かに聞いてもらうとか、でもこうやって違和感を感じて、こうなんだけどどうかなって質問されることが素晴らしいかなって思うんですよ。なんかそこに気がついて、気がついて発信できるって素晴らしいことだと思うし、そういうところを具体的に解決するので、私もすごくね、寝てこの質問した方は寝てるかなってすごく思いました。睡眠時間大事ね、すっごく、うん、なのでこういう自分ってダメかもしれないって思って自分を責めながら眠りにつくと多分ぐっすり眠れないと思うか、うん、そういう自分がダメなんではなくって、肉体的な疲れ、精神的な疲れ、あとお子さんが成長の過渡期なのかなって思うんですよね、うん、すごくその可愛いだけだったのがいろいろこう知恵もついてきて難しいこととか、うん、何かを分解したりとか、もう信じられないことが起きたりする。分解しました、やってました。分解するの好きですよね。まあ、性別に関わらずなんですけど、ちょっとやってみたいなっていうのも賢くなったからだったりするんですよね。そうとか、逆に発言とかもこの分からないんだけども、でも絶対理由があるんですよね。子どもたちの行動には必ず理由があるので、その理由を突き止めるのはすごく疲れるし、そこはまた労力がいるし、それこそサポーターを増やすで、いろんな相談してくださる方を顔の見える、顔が見えて触れ合える相談者さんとかを見つけて、安心してなんか自分を責めないで問題をクリアに、物理的にクリアしていくといいのかなと思ってお話聞いてました。はい、ありがとうございます。ね、一人でしないことですね、今ね、うん、そうですね、うん、できるだけね、その9歳なんだったら、ね、友達の、ね、うん、家の中で9歳ずっと見てると疲れると思う、うん、ファミリーサポートとかね、どんどん頼ったりとか ね、 、うん、ね、だからお友達のうちで遊ばせてもらうとかもいいし、うんうん、あるよね、そのファミリーサポートさん、そうそうそう、児童館に行ってもらうとかね、そうそうそう、うん、遊びに行っていいわよって ね、 学校から帰ったらちょっとね、うん、間ファミリーサポートさん、ね、うん、ね、学童とかも使ってもいいんではないですか、うん、はい、ね、ありがとうございます。じゃあちょっと時間も少なくなってきたので、はい、いい感じになってきました、はい。次の話題行きたいと思う。これあれですね、情報とのまあ関わり方、結構年齢が高いお母さん、はい、お父さんたちから来てるんですけれども、11歳のお子さん、子供が大人向けの映像を見てしまった場合はどう対処したらいいですか。あとはまあ携帯電話、はい、11歳、こちらも11歳、携帯電話に出てくる広告を見ている息子、どんどん出てくるのでつい押してしまう、うん、への対応はどうすればいいのかですね、どうですか。いや、もうこれは本当に、まあ、この本にも書かせていただきましたけど、18歳以上の方が見るものの広告にしろ何にしろ、日本は規制がほとんどないので、特に二次元に関しては規制がほとんどないので、簡単に目に入ってしまった、それが、まあ、親に分かっている時点ではすごくそこで まず一つ救われるのかなと思うんですよ。これは作り物だというのと、大人の見るものだっていうところを線引きをしてあげる話し方と、ついつい見たくなっちゃうよねっていうところとかで、どう思うって、こういう国なんだけどどう思うって、なんかそこでこう対話をしながら見てしまうことが悪いことではないというか、こうそのそこを助長するわけではないけれども、これは本当に作り物で、大人のもので、
こう見れる仕組みになってはいるけれども、うん、できる限り本当は見てほしくないよという話はできると思うんですけど、あとは見てしまったなんかあのそれこそお子さんにとっては気持ち悪いと感じることもあるかもしれないけれども、その気持ちにも寄り添いながら話を聞いて、まあ、こういうのが目に入ってしまってごめんねっていうところと、あとはフィルタリングがもしかけられるんだったらかけていただけるような端末に切り替えるとか、まあ、守れるところは守り、ただまだまだ仕組み的に国の仕組み的にそういうところはうまくいかないところを少しずつこう本や他にも国の方にも私たちも言っていかなきゃいけないのかなっていうところは考えたりはします。まずはこう見てしまったという事実を大人が分かったところで声かけできる声をどんどんかけていくことが大事なのかなって思っています。どうですか？そうですね、やっぱり、ね、今フィルタリングの、ね、話がありましたけど、うん、結構なんか日本ってその、ね、フィルタリングかけるとか、うん、そういうまあ映画とかもあれですけれども、うん、ちょっと緩 い、 緩いです、ね、感じがしますね、うん、だからそのなんだろうな、まあ、もちろんね、そのこう子どもも一人の人間でっていうところはあるんだけれども、でもその成長に合わせてやっぱり守るべきところはね、情報からも、うん、まあ、今ねそのウクライナの話もそうですけれども、で、まあ、見せっぱなしにならないように、うん、ある程度ねこうやっぱりそこの情報からどれだけ守ってあげるかっていうのは、うん、大人の役目なんじゃないかなというふうに思いますので、まずはそこですよね、うん、でそしてでも見てしまった時にやっぱりそこでなんかなんだろうな、大人の親の方がうろたえすぎたりとか、うん、みたいな、なんかその、なんかこうこうなんていうか、ちゃ、まあ、ちゃかす、ちゃかすじゃないけども、ね、うん、なんかすごくこうとんでもないなんか変なことをやっちゃったのかみたいな感じの対応をしちゃうと、うんうん、やっぱりそれはこうなんだろうな、こう伝えちゃいけないことだったりとかね、うんうんうん、やっぱりこう隠さなきゃいけないことだったりとかっていうふうに思うと余計そういうふうになんかこう、うん、気づかないようにとかね、うん、そういうような気持ちが働いてきたりっていうような可能性もあるのかなっていうふうに思うので、うん、そうですね、かと、うん、だからそれはこう、ね、正しいこう、まあ、性の知識みたいなのと、うん、それ違うんだよとかね、うんうん、っていうのをこうただこうきっぱりと、うん、話をできる関係性っていうのがすごく大事かなと、うん、本当そうですね、うん、なんかこう会話ができる、この見ちゃったんだけどって言った時に、あ、びっくりしたねと、あ、見ちゃったんだねって、どうだった、怖かったかなとかってこう寄り添ってあげるのと、あと先ほどね、そのとんでもない対応って言いましたけど、必要以上に責めないでください、子どもたちを。なんかこう分からないでやっていて、でもなんとなく大人ってやっぱりバイアスがかかってて、そういうことしちゃい、本当は分かってたんでしょみたいな、どうしてもこうね、それよその子じゃ絶対言わないこと自分の子供に言っちゃいますよね。本当にひどいんですけど、本当にうっかりこう必要以上に責めてしまうこととかあるかもしれない、もし責めてしまってるかもしれませんが、もしかすると私も責めたことがあるんですけど、謝って言いましょう。もしね、うまく対応できなかったら、ママもちょっとわからないんだけどって一緒にこう調べてみようとか勉強してみようとか、これは違う情報だよってこうね、一緒に勉強しながら進んでいくような形でいいのかなと思ったりします。うん、そうですね、なんかね、やっぱりそのね、こう一緒に学ぶきっかけに、うん、うまくね、逆にこうプラスに、ね、ピンチをチャンスに変えていきましょう、うん、ね、うんうん、はい、ありがとうございます。ちょっとペースを上げていきますか。2歳のお母さんからなんですけれども、男の子が、まあ、チンチンを触って、大きくなると痛いと言っています。どう働きかけたらいいか悩みますということです。はい、そうですね、ね、まだ小さくってね、こう触れること、まあ、そのエリクソンの発達でいくと、まあ、肛門期とかねのところになると思うんですよね。で、性器に触れること自体は悪いことではない
だけどそこでやはり日本の教育というかこの今育っている人たちがどうしても触れてはいけない汚いとかいやらしいって思いすぎているんですよね。汚くもないしいやらしくもなくって、ただ正しくというか痛くならないようにすることがすごく大事で、まあ、血液が流れていってこうペニスが大きくなって少し痛くなったりするっていうことは事実なので、痛くなったりするよねって、そーっと深呼吸していれば落ち着いてくるし、そういう体の仕組みだよとしてもうお伝えするのとか、ついでにそこもプライベートゾーンなので、こう人の前で、まあ、ママやパパっていうところはいいんですけど、他の人に見せたり触らせたりしないようにしようねっていうのと、成長していくとだんだん落ち着いてくるからね、大丈夫だよっていうふうにお話を繰り返していっていただけたらなと思ったりします。はい、いかがですか。ちょうどね2歳ぐらいってもうね、なんか別にこうなんだろうな、ね、おちんちんだっていう、ね、なんかそういう感じでもなくてこれなんだろうみたいな感じですよね。だからそれはね、どれでもね、こう体の不思議にこう気がつくみたいな感じ で、まだね、まあ、2歳代だとねお話がちょっとこう少しずつでき始めるかなというようなぐらいだと思うので、まあ、この頃だったらこう、ね、いろんなこう、まあね、絵本とかも、ね、出てるので、うんうん、あこれはこうなんだねみたいな感じでちょっとこう、ね、絵本とか使いながらこうね、やっぱりこう、ね、大事なところだから、ね、人に、ね、みんなに見せたりとか、聞くなっていうとかね、見せないよっていうね、ちょっとね、若干したがる、ね、子もいるかもしれませんけれども、なんかね、そういうことをね、ちゃんとこう伝えていくというような感じになるといいんじゃないですかねと思います。だからね、親の方もね、なんか、ね、なんかね、こう触っててね、なんか親の方がね、やっぱりね、さっきの話もそうですけど、親がびっくりしちゃうんですよね。だからまあ、びっくりしちゃうかもしれないんだけど、まあ、なるべくそこは、あ、そっか、この子は今ちょっとね、一日興味を持ってるんだと、みたいな感じで、そういうふうにね、こう対応してあげてればいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、15歳。のお子さん、お母さんからです。何歳までに精通が来なければ泌尿器科に行った方が良いでしょうか。また泌尿器科ならどこの病院でも相談できますか。病院選びのポイントがあれば教えていただきたいですっていうことでした。どうですか、こちらは。はい。何歳までにっていうところが、まあ、女の子の場合は所長がね、中学生を卒業して高校生になっても来なければというところはあったりするんですけど、男の子自身の精通自体が中学校2年生ぐらいが始まるピークとして、それから起こってくるので、何歳までにというところがちょっとごめんなさい、ここ具体的に何歳ですっていうのはなんですけど、まあ、高校を卒業する頃、18歳のあたりまでも精通がないようでしたら一度相談に行くのがいいのかなと思ったりはします。で、泌尿器科も一般的な泌尿器科よりも思春期のお子さんを見ていただけるような地域の割とこうしっかりとした設備のあるところに相談に行くのがいいのかなと思ってます。男の子のこの本の中にも DSDs という、ね、成分化疾患のお話も一部書かせていただきましたけども、いろいろな多様な発達がある中で、こう子どもの診察ってすごく大切なんですよね。こう生殖に関わることにもなりますので、専門機関に行っていただく。ただ見つけるのが難しいなと思ったら、地域の保健師さんにこういう年齢なんだけども、どういう病院がいいですかって保健センターは各地域に必ずあるので、聞いてみるなんていうのも、いろんな病院に片っ端から電話をしてとかなんてしなくていいと思うので、ぜひそんな風にね、考えていただけたらなと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ続いて、今度は、まあ、性教育のきっかけはどうしたらいいですかっていうご質問結構いただいていて、10歳のお子さんと5歳のお子さんを持つお母さんからは、どういう時に性の話を話し出せばいいのか難しいです、こういう場面でなどがあれば教えてくださいっていうことでした。はい、まあ
たくさんの性教育の発信者が今すごく増えてるなと思って、助産師だけじゃなくていろんな方が発信していく中で、すごく近しい人の考え方がかなり似ているなと思うのが、性教育は日常の中に、暮らしの中に実はあって、まあ、お手洗いで性器に触れることだとか、まず体を清潔にすることとか、まあ、そういうところからも入ってきますし、日々のニュースなんかもすごくいい題材にもなるのかなと思ったりしています。まあ、あとは学校で今まだやってる学校もあるのかな、2分の1成人式だとか、林間学校の前だとか、まあ、小学校4年生では確実に保健体育の教科書に精通と月経の話が出てきますので、そういうところだとか、あと各学校にや、まあ、幼稚園でも幼稚園にも私講座に行ったりとかもしたことがあるんですけど、幼稚園の方でも命のお話みたいなところで、赤ちゃんが生まれるってこういうことだよなんて話があった時に絡めて一緒にお話をしていくのがいいのかななんて思ってます。コウさんはどうですか？そうですね、もう本当に、まあ、逆に教えていただきました、ね、今教えていただきましたっていう感じなんですけれども、うん、やっぱり、まあまあ、うちとかでも、うんうん、まあそうね、赤ちゃんがね、うん、どうやって生まれるのみたいな話ぐらいはあれだったかもしれないけども、うん、特別こうなんだろう、親子間で、まあ、そういうことに対してきちんとお話、うんうん、話をしたかって言われると、まあ、ちょっとなかなかそういうふうにはしてこなかったかなっていうのはありますね。ただまあまあだね、こう子供が成長して、まあなんだろうな、彼氏彼女っていう感じで恋人ができたりみたいなっていうようなタイミングの時には、一応その、ね、まあね、こちらにも、ね、書いてありましたけれども、うん、こうやっぱりなんだろうな、ね、例えばでもこう、ね、抱きしめる時だって、うん、いいって言ってちゃんと、ね、うん、まあ、そうですね、性的同意ですね、書いてありましたけれども、うん、まあ、そういうような話は一応チラッとしましたね、うん、でそれで、なんでお母さん突然そんなこと言ってたみたいなありましたけども、うん、だからそれは、ね、まあね、こうか、まあ、勝手にっていうね、まあ、君のことは、ね、信頼してるけれども、まあ、そういうことはね、きちんとね、うん、ちゃんと確認し、な、確認っていうか、相手のね、気持ちをこう大事にしないとダメだよみたいな話は一応しましたね。うんうん、はい、分かりました。あとはですね、11歳のお子さんを持つお母さんが、子供には将来パートナーの女性のことを考えてセックスをするということを判断できるような男性になってもらいたいと思っています。親として今後どのような言葉がけをしていくことが必要でしょうか？どうですか、まあ、パートナーを大切にして した性行為っていうのをどういうふうに伝えればいいかなっていうのは、まあ、いくつかありました。あったりですよね、まあ、性行為に関しては相手がいることと性的同意というのはものすごく大切なテーマなのかなと思っています。その性行為だけではなくて、全てのことにおいて性的同意を取ること、それこそ0歳からの性教育といっておむつを変えるときに、おむつを変えるってこうプライベートゾーンに私たちは手を、ね、差し伸べることになるんですよね。その時に必ず声をかけることから始まってきて、それをずっとコツ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 続けていくこととか、あとはまあ大人も、私もね、すごくスキンシップフルな家なので、突然お母さんどうしたのみたいな、いや、ハグしていいみたいな、とかちょっとしたと、あ、性的同意を取るの忘れましたみたいな、なんかそんなことやってますけれども、とにかく相手を大切に思うこととか、相手と同意を取ることを軸にしていただく。で、今日あまりお話ししませんでしたけれども、この本の軸になっているのは国際セクシュアリティ教育ガイダンスというユネスコが出しているガイダンスなんですけれども、そこには人間関係というのが一番、ファクトの中の、まあ、8のキーコンセプトの中の一番が人間関係なんですね。関係性なんです。で、行為だけの話ではなくて、その関係、人間としての関係性、コミュニケーションで、この男の子とかのことに関しても、
体の仕組みって男の子は割とシンプルな仕組みをしていて、女の子のようにこう毎月現れて前後に体調が不安定になるとかお手当てが必要とかそういうことは男の子はないので、体の、まあ、清潔にすることやこんな変化があるよということで、それ以外でコミュニケーション関係性、そこの部分や権利とか自分で決めることを自己判断みたいなところをたくさん入れさせていただいたんですけど、そういうところをぜひお子さんたちに伝えていってほしいなと思います。で、性行為の同意年齢はまだ日本は13歳とすごく低いんですね。諸外国は16歳に上げてきてます。韓国もつい最近16歳に上げたりしています。知識のないまま13歳というところが本当に日本はネックになっているんですけれども、このような質問をしてくださる親御さん、だからこそきっと関われる方法はたくさんあると思うので、選択肢を増やすというので、私の本以外にもたくさんの本やメディアの情報をお子さんに渡したり、ニュースとかを見てぜひ、対話を深めてほしいなと思います。どうってこんなことあったけどどう思うなんてこう話を聞いて、子どもたちと対話を深めることがこの必要以上に寝るより早くっていうようなことを、防止してくれるのかなと思って聞いておりました。おそさんいかがですか？そうですね、今ね山形さんが言ってくださったおむつ替える時もね、っていうような話なんだと思うんですよ、大元は。だからやっぱりそれって人権の話。あ、そうです、人権ですよね。だから赤ちゃんであろうと、もう突然抱っこされるとか、抱っこするよって言って、いや、いいですとかね、赤ちゃんはね、お話できないので、それはね、分かんないですけれども、じゃあ、抱っこしたかったかなって言って言いながら、黙ってするんじゃなくて、おむつ替えるよって言って、おしっこいっぱい出たから、じゃあおむつ替えますねって、替えていいかなって言いながらやるっていうね。だからそこ、だから要は、性的なことだから、っていうね、取り立てて別なことではなくって、やっぱりそれをこういう親子間でも大人と子どもとの関係の中でも、やっぱりそういうこう立ち位置をきちんとこうね積み重ねていけば、多分大人になってそのねパートナーができた時にも、やっぱり そこってちゃんとこうなんだろう、心の中でこうね積み重ねてきたところから、そういうふうにね対応できるようになるんじゃないかなというふうに思いますね。だからね、なかなかこうね親として、子どもとの向き合い方難しいけれども、でそこでこうなるべくね、そういうこうやっぱり子どもも、あ、この子はこれは嫌だって言ったんだとか、あ、思ったんだとかねっていうような、やっぱりその子どもの気持ちとかを大事にしながら、別な人間なので、でもお互いにでもずれてるとこもあるけれども、じゃあどうやってこうね居心地よくできるかっていうような関係性を作っていく、なんかそこがこういうねところにもすごくつながってくるんじゃないかななんて思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、もうちょっと質問できるのも少なくなったんですけれども、同じ13歳のお子さんを持つお母さん方から来ています、コンドームを渡すタイミング、あとは中学生が性行為をしないために親はどんな働きかけを必要ですかっていうのをいただいてます。どうですかね、はい、先日コンドームを渡した私からさせてもらおうかなと思います、はい。先日高校生に2人ともなったのと、あとは何歳っていうより関係性なのかなと思っていて、これはちょっと今見ている方だけですけど、まだパートナーがね娘たちはいないんですけれども、コンドームについての話とともに、ちょうどコンドームの可愛いケースをクラウドファンディングでゲットしたのもあったので、それをタイミングとして私の我が山形では渡しました。で、理由は大きく2つあるのかなと思います。どんなものかまず知ることというのがすごく大事なのかなと思っています。で、やっぱり封を開けてどんなものか見るというのもすごく大切なんですね。初めての時にドキドキしながら、ちょっと薄暗い中でどっちかわからないみたいな、見たことも聞いたことも触ったこともないものを
使うのではなくて、それこそその後これ水を入れてやってもいい、あどうぞどうぞっていろいろ実験をして、あこういうものかという話をしたんですけど、どんなものか知ることが不安を軽減するのと、あともう一個は衛生用品だという観点ですね。マスクと一緒なんですよ。飲むというのは避妊具ではなくて失敗率が3から15% というものがあります。この本の中にも書きましたけれども、まあ、パール指数という観点では1年間100人の女性が性行為をした場合3から15人が妊娠してしまうというような形に、予期せぬ妊娠ですねをしてしまう、それを避妊具として活用した場合、ただ感染症病気は予防はできるというマスクのようなのがコンドームという部分で、もうそのコンドームに関しての抵抗感を減らしてほしいなというところで、もう年齢が早くてもパートナーがいなくてもこういうものだよというのを我が家は高校生で渡しましたけれども、それはそれぞれの考え方、家庭の考え方、うん、そういうところを話していきたりとか、日々の話の中でどういうものかっていうのも知っておくというのも大事なのかなと思っています。私はそんな形ですけど、ね、先輩ママのお子さんはどのぐらいの時期にどんな風にご紹介しましたか？いや私はごめんなさい、本当にここら辺は全くノーの感じで。あ、そうだったんですね。そう、でもね、私でこう、うん、なんだろう、実験みたいな。あ、実験しました。いやそういうの やればよかったなって思い聞いてましたけど、はい、うん、だから、まあ、私の、まあ、うちの場合はそこですね。もうだからさっきもね、こうまあ、人として大事にするとか、うん、相手の、ね、気持ちをちゃんと尊重するとかっていうところのベースで、あとはもうお任せっていう感じだったので、うん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 、っていう感じですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃ最後になるかな、13歳のお母さんからです。発達障害の息子が4月から中2になります。軽度の知的障害があり、性的なことをどう教えたら理解できるのか、ヒントがあれば教えてくださいということです。はい、で、ここに関しても、ね、発達障害があるお子さんということなんですけど、で知的障害軽度の、ね、ものがあるって書かれておりますけれども、とにかく同じく、どの子も同じく繰り返し、何度でも日常生活の中で繰り返して伝えていくことがとても重要なのかなと思います。例えば歯磨きが私たちはできるようになってますよね。一回教えてもらったからできるんじゃなくて、何回も何回も繰り返してやっていったものになっていますので、一回教えたから大丈夫とか、一回読んだから平気っていうよりも、何度も何度もそういうのようなシーンがあったらこういうことだよねって確認していくことは、この発達のグラデーションがあるなしに関わらず、どのお子さんにも必要なことなのかなと思ったりします。あとは、まあ、漫画なので読んでいただいたりとか、これを親御さんが読んでいただいて、お子さんのことをね、きっとお母様が一番理解していらっしゃると思うので、お子さんに伝わりやすい、例えば視覚的に見て分かるお子さんだったら、そのことのことでカードを作ってみるとか、聴覚的に分かる子だったらこのタイミングでこの話をするとか、きっとお母様が一番分かってらっしゃる部分があると思うので、そこのところでエッセンスを繰り返して伝えていただけたらなと思いました。子さんいかがですか？はい、もう本当そうですね。であとはやっぱりね、その発達障害のね、こういろんな、ね、特性によってとか、あとこうね、度合いによってね、やっぱりそれぞれね違うと思うんですよね。だからそれぞれの子どもたちに、お子さんたちに分かりやすいように伝えるということですよね。で、まあね、障害あるなしにもかかわらずですけれども、意外とねこうでこうでこうだからこうだよっていうね、たくさんいっぺんに言っちゃいすぎ、大人が親がね。なのでやっぱりね、とりあえず1個って、ね、ね、ここはね、人に見せちゃダメだよとか、ね、触りたいって言ってもやだってちゃんと言っていいんだよとかで、ね、困ったらね、まあね、ママとかパパに言ってねだったりとか、やっぱりこう分かりやすい言葉でちゃんと伝えていくっていうことが大事ですよね。であとはその、まあね、本当に良くないことではありますけれども、障害をね守っているお子さんがですね、うん、そうですね、まあ、ちょっと性的なところで、うん、
こう被害を受けやすい、まあ、若干受けやすいような傾向もありますので、やっぱりそこはいや絶対に嫌だって言っていいよとか、そしたら逃げるとかね、とかあとこうね助けを求めるとかですね、っていうようなことはちゃんとね伝えておいていただきたいなというふうにね、お子さん自身がねちゃんと守られるようにっていうふうに思います。本当そうだと思います。体のことは本当に逃げることをね、大きな声を出すこととかも練習してないとね、出せなかったりしますよね。なんかそういう部分でこうやっと思ったらノーっていう、そのノーっていうのが実はその性的同意のコツコツの繰り返しで、親にノーって言えるお子さんであってほしいっていうのが、まあ、反抗期ってね、それがね自発的に起こることなんだけども、それを親自身がノーって言われたことがないと、なんでみたいなのでこうぶつかり合ってしまうけど、親にこそ反抗して、この不確実性の高いね、このこれからを生きていくんだっていう、こうね、希望の光のようなお子さんたちがね成長していくのをサポートしていてあげたらいいのかななんて思って聞いてました。そうですね。で、あとね、ちょっとだけ一言だけちょっと伝えさせていただくと、うん、やっぱりそのノーっていう言葉ですよ。うん、で、結構ね、まあ私そのね虐待防止の活動をしていると、うんねうん、まあ虐待までいかなくてもこうね親に逆らえないっていうか、嫌、うん、だって言っちゃいけないっていうか、うん、なんで嫌だって言うんだとかね、うん、生意気だみたいなことでずっと言われてると嫌、うん、だって言えなくなっちゃいますよね。でやっぱりそれをこう、うん、そういうねこう、まあ、暴力とかでずっと受けていたお子さんたちが、うん、大人に、ね、なった時にやっぱりそういうこうそういうね、なんかだから不本意な、自分は本当は嫌なんだけれども、うん、嫌だって言えないことで、そう加害を性加害を受けてしまうっていうようなケースもですね、うん、かなりあるんですね。なのでやっぱりね、嫌だって言われるとね、親の方、大人の方は困るんだけれども、でもそれはやっぱりね、気持ちはね、うん、あ、そっか君嫌なんだねっていう、だから嫌だっていうね、その、うん、持った気持ち自体は否定しないっていうところがすごく大事で、でそこがねすごくこうね、つながってね、もうここから、ね、ここにつながったみたいな、つながってるっていう、ここにね、もうねずっとね、いや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 って書いてあるっていうね、すごい、いていよいやってってはい、はい、ありがとうございます。ちょうどね、時間もね25分になりまして、本当にこの後もう少しご質問受けれたらなと思ったんですけれども、今日はこちらで終了させていただきたいと思います。先生たちどうでしたか？今日一言だけ感想ください。あ、はい、ありがとうございます。いや、さすが、はい、先輩ママで尊敬する小祖さんの言葉に救われながら、ね、でもすごくつながる部分がたくさんあって、同じこう対話とか聞くとか、そういうところとか、まあ、性的同意じゃないノーと言っていいとか、すごく大切にしているところが同じ子育て支援のグラウンドにいられる方とこうやって一緒にお話できたりとか、私も勉強させていただくことがあったりとかする、本当に楽しい時間でありがとうございます。こちらこそです。本当にありがとうございました。いや本当にね、私まあね、こう一緒にねお話しさせていただくっていうのはもうすごい嬉しかったんだけれどもでもね、まあ、性的なことっていうかっていうようなね、話題っていうか、で私なんか どのくらいのことを喋ることかって思いながらね、ちょっと若干来たりとかっていうのもあったんですけども、でもね、もう本当に一番最後ね、大変綺麗にまとまった感じすごい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり大本と同じだったし、流れは源流はともに安心安全な子育てを応援する、ね、お母さんたちですというところで、はい、着地点というところで、はい、そして先輩後輩みたいな話です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここで、最後にキャプチャータイムを設けたいと思いますので、はい、はい、先生たちちょっと持っていただいて、あ、じゃあ お互いの、はい、お互いの持っていただいて、あ、どうやってやるんだろう、あ、ね、このままポーズを取って、ね、はい、画面で、はい、はい、じゃあ皆さんカメラ見、そうですね、カメラを見ていただければ、はい、チーズちょっと待ってください。じゃあもう一度いきますか。はい、チーズ。
かな。はい、ありがとうございます。今日は本当にありがとうございます。はい、皆さん本日のイベントの感想をハッシュタグ13歳までに伝えたい男の子の心と体のことで書籍名で SNS でぜひ投稿してください。はい、それではお時間になりましたのでイベントを終了させていただきたいと思います。山形先生、コース先生、本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。ございます。最後にご案内です。本日のイベントはアーカイブ配信をいたします。期限は特に設けませんが予告なく終了する場合がございます。ご了承ください。ウェビナー視聴の方は終了後にアンケートページが立ち上がりますので本日のイベントのアンケートをお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ご参加の皆様、そして山形先生、コース先生、本日はありがとうございました。ではまた皆さんお会いいたしましょう。さようなら。